高見地蔵と金色の鷹。8月24日、今日は地蔵盆です。子供たちがお坊様と一緒にお地蔵様へお念仏を唱えます。お念仏が終わるとお供えのお菓子をいただきます。ケンちゃんもとても楽しみにしていました。ケンちゃん、あ、マリちゃんたちが迎えに来ました。ケンちゃんは急いでみんなのところへ行きました。ここ西間市の里には7つのお地蔵様がお祭りされています。うちのお地蔵さんのお飾りすごいんやで。うちのだってお父さんたちが頑張ったんやからね。子供たちは自分の近くのお地蔵様の自慢をしながら、にぎやかにお寺へと向かいました。お寺に着くとお坊様が、さあ、みんなでもう一回お念仏の練習しとこか、と言いました。みんなご本尊様の前に行儀よく座って声を合わせてお念仏を唱え始めました。ケンちゃんも両手を合わせ大きな声で唱えました。ケンちゃんがふっと目をつむったとき、体がふわっと軽くなりました。そっと目を開けると、一人で外に浮かんでいました。なんで？僕どうなってんの？ケンちゃんは家の近くにある高見地蔵様の隣に浮いています。ケンちゃんのそばでお父さんやおじいちゃん、近所の大人たちが明かりをつけたり、お供え物を並べています。お父さん！ケンちゃんは大きな声を出しましたが、誰も気づきません。なんだか楽しくなってきました。そのうち高見地蔵様が金色に光り始め、ケンちゃんもその光の中に入っていました。周りにいたはずの大人たちの姿は見えません。僕、どうなってんのやろ？あ、なんか飛んできてる！高見山の方から明るく光る何かがすごいスピードで飛んできます。鷹です。金色の鷹です。鷹は高見地蔵様の前に止まりました。ケンちゃん。え、僕？その赤い花を二つ、私のくちばしへ加えさせてほしいのだ。おいしくないと思う。食べない。持っていくのだ。どこに？高見山が見えるだろう。うん。高見山の向こうに伊勢の国がある。昔々、伊勢の国に一人の男の子が生まれた。男の子はみんなの役に立ちたいと思い、一生懸命に勉強し、お坊様になって秀鶴という名前をいただいた。秀鶴様はみんなの幸せについて考え、いろいろなところで修行を重ねた。そしてここ西間市の里のお寺にいるとき、68歳を過ぎた頃、秀鶴様は自分の命が長くないことを感じた。秀鶴様は弟子を呼んでこう言った。私が死んだら高見山が見えるところに石造りの地蔵を置いてほしい、と。石の像ができたとき、秀鶴様の心が高見山の天の国の私のところまで届いた。
西増の里の地蔵盆はとてもにぎやかで、私の前にもきっと花を飾ってくれるだろう。高見山の向こうの伊勢の国にある父と母のお墓にも花を供えてあげたいと。私はその役目を果たすことにした。が、私は一度花を運ぶと長い間眠ってしまう。次はいつ運べるかわからない。さあ、その赤い花を二つ、私のくちばしに加えさせておくれ。ケンちゃんは高見地蔵様に供えられている赤い花を二つ取って、くちばしに加えさせてあげました。金色の鷹は翼を大きく広げると、バサリッと音を立て飛び立ちました。その時鷹はピカッと輝き、ケンちゃんは眩しくて目をつむりました。金色の鷹を見送ろうと目を開けようとしますが、開けることができません。次に目を開けた時、ケンちゃんはお寺のお堂でみんなと一緒にお念仏を唱えているところでした。僕、お念仏唱えながら夢を見てたんかな。ケンちゃんが不思議な気持ちでいると、お坊様が、みんなお念仏唱えるのも上手になったな、そろそろ行こうか。はーい。みんな元気に返事をし、西増の里の七つのお地蔵様たちへ順番にお念仏をあげるため、お坊様と一緒に里を回りました。ケンちゃんは今までで一番大きな声で高見地蔵様へお念仏を唱えました。あとでマリちゃんが、ケンちゃん、お念仏一番上手やったね、特別に練習したん？と言ってくれました。高見山の向こうまで届いたらええなって張り切ってん。ケンちゃんはにっこり笑って言いました。みんなで唱えたお念仏はきっと高見山の向こうの秀鶴様のふるさとのお父さんとお母さんのお墓まで届いたことでしょう。西増の里では高見山へ手を合わせる秀鶴様の姿のお地蔵様は高見地蔵と呼ばれ、その台座には阿闍梨秀鶴の文字が彫られています。阿闍梨というのはとても位の高いお坊様という意味があります。そして近くのお寺の東福寺には秀鶴様のお墓と古い記録が残っていて、高見地蔵が280年ほど前に作られたこと、秀鶴様のふるさとが伊勢の国であることなどが大切に語り継がれています。おしまい。